いけません。はい、どうも。はい、ミロンです。元気と温泉エクストラバースト、本日もやっていきたいと思います。今日から、ハイスクール DD ヒーローコラボイベントの後半戦がスタートしました。後半戦のピックアップガチャは、ロスバイセとなっております。で、バーン見ていきましょう。はい、ビジュアルこちら。ビジュアル的には、まあ、僕は前回のアケノよりも今回のロスバイセの方が好みですね。シナリオを読んだ感じだと先生なのかな、なんかそんな感じでしたけど、なんかドジッコ先生みたいなキャラでしたけど、合ってますかね。ちょっと原作見たことないんでわからないんですが、知ってる人いたら教えてください。はい、ビジュアルはかなり好みな部類なんですが、女性のどうなっているのか見ていきましょうか。はい、教員ワルキューレロスバイセ、リーダースキルが間違えた。光属性の武器が、光属性の武器が精霊で勢となっております。はい。で、リーダースキルが、北欧式魔術。武器種が、拳シグ2へ精霊の投手の全スキルの CP を 15% 短縮。試合のマックスで、拳シグ2へ精霊の全スキル CP を 30% 短縮となっております。通常スキルが、一つ目。断罪の移行。20秒間パーティーの余ダメージを 20% 上昇する。2回目、余ダメージが 25% に向上。3回目以降、余ダメージが 30% に向上。2つ目、重戦車の術式。50秒間パーティーへの全ての単体攻撃を引き受ける。追加効果50秒間、自身の火ダメージを 30% 軽減する。3つ目、戦乙女の盾。パーティーにバリアを付与する。バリアの耐久力は使用者の防御力の 20% となる。エクストラバーストが、歩行式フルバースト魔法。すべての敵に威力 5000% の光属性攻撃を一体行う。特性、この EB によるダメージは最大、20万となる。追加効果、10秒間すべての敵の被ダメージを 20% 増加させる EP プラス1500となっております。はい。じゃあ、エクストラバーストから見ていきますか。エクストラバーストが CT300 秒なんで、まあ1回の戦闘で1回切りと。で、まず、威力 5000% で、最大20万なんで、まあ 5000% あれば、まあ完遂いくでしょうということで、まあ実質20万個でダメージと思っていいでしょうかね。武器ちゃんと積んでれば。はい。で、追加効果で10秒間、被ダメージ 20% 増加なんで、まあまあ全てのパーティー、被ダメージ 20% 上昇と捉えてもまあいいかなと。で、さらに EP も1500ということで、まあ自身が使った分プラス500回収してくれるということで、まあいろいろモリモリになってますね。はい。光属性では多分全員で EP プラス1500キャラってまだいなかったですよね。多分いなかったと思うんで、はい。まだね、EP プラス1500くれる。全員取れてなかったら、まあ、ぜひとも欲しいキャラですね。はい。特にね、スコアタで、非常に有効な性能になっているので、この EP プラスは。うん、で、通常スキルが見ていくと、一つ目が余ダメージ上昇ということで、CT60 秒に対して効果時間20秒で、1回目だと 20% 上昇と。で、3回目まで打てれば 30% ということで、まあ、回数重ねるごとに、まあ、バフの上昇値が上がっていくってことですね。まあ、どっちかっていうと、スコアというよりはダメラン向きかなっていう性能ですかね。はい。で、2個目が、まあ、単体攻撃引き受け。まあ、これは割愛でいいでしょう。で、3つ目が、戦乙女、バルキリーの盾とでも読めばいいでしょうかね。バリア付与。で、マリアの耐久力が防御力の 20% ということで、なかなかいいですね。バリア、もちろんダメランでもいいんですが、スカートでもね、ヒラメ、極力ね、抑えたいんで。まあ、全はね、結構、あまり、避難しても、ここまで削られることないんですが、やっぱりパーティー攻撃だったり、全体攻撃だったりすると、まあ、中衛攻撃がね、結構、大きくダメージ受けちゃったりするんですが、治療スキルにね、バリアがあると、ヒラメージを抑えられて、スコアターのね、
HP も残しやすくなるんで、まあ、非常に通常スキルでバリア持ってるのはありがたいかなと、いった感じですね。うん、で、リーダースキルが、CT 短縮ですね。で、今回の CT 短縮は武器種縛りだけで、属性の縛りはないんで、うん、まあ、どの属性でも恩恵を受けられるっていうのが結構大きいですね。しかも、CT の短縮幅も 30% とかなり高めの設定になってるんで、うん、まあ、組み合わせ次第では結構、使えそうなリーダースキルですね。まあ、ただ、CT 短縮は結構、スクワット向きというよりは結構ダメラ向きなんで、あんまりスクワットだと、そこまで大きく恩恵を受けれないんで、うん、まあ、どっちかっていうと、まあ、よく、ダメランでより進化を発揮するかなと。さらに言うと、まあ、サブパーティーですかね。メインパーティーでなかなか、CT 短縮のリーダースキル発動させることってないんで、うん、やっぱり CT 短縮だけ、スキルの CT 短縮だけだと、余ダメージへの貢献度が低いんで、まあ、基本サブパーティーでの運用になるかなと思います、このリーダースキルは。一応光属性限定で、まあ、限定する必要はないんですが、まあ、一応6倍数が光属性ということで、光属性で相性のいいのを、まあ、自分の手持ちの中だけで見てみたんですが、中衛だと、まあ、まず、あ、手持ちっていうか、明けのは手持ちじゃないですけど、前回取れてないんで、明けのはまず相性いいですね。うん、スキル1から3、すべて、CT 短縮の恩恵が受けられるんで、明けのは非常に相性が良かったですね、さすがに。まあ、コラボキャラということになって、同じ作品は。で、あと良さそうなのが、あれですね、DD コラボの、DD コラボっていうと、わけわかんないな。ドラゴンディスティンですね。コラボの、覚醒竜尾。あれも結構相性良さそうですね、今回の、ロスバイスのリーダースキルと。スキル1から3の短縮の恩恵を、すべて受けられるんで。はい。あとは、まあ、これもハイスクール DD のキャラなんですけど、まあ、前回の SR で実装された子猫ちゃんですね。子猫もめちゃくちゃ相性いいですね、うん。やっぱりスキル1から3の恩恵、しっかり受けられて、しかも子猫ね、あなたと一緒だった。多分今でも全然、実戦で使えるレベルの性能になってるんで、うん、だからサブパーティーでロスバイトと組ませたらかなり、火力出してくれるんじゃないかなと思います。で、後衛で言うと、まあおなじみの、バーストフェスのお姉さんですね。お姉さんも、やはり、通常スキルね、一段主の恩恵がっつり受けられるんで、お姉さんとも非常に相性いいかなと思います。今まではね、バニーガールのドーマンのリーダースキルと一緒に使って、運用してたんですが、バニーガールのドーマンは CT 短縮 20% しかないんで。うん。まあ、だからドーマンと比較すると、まあ、今回のロスバイスの方が、より、お姉さんの力を引き出してくれるのかな、といった感じですね。はい。作戦を考えていました。まあ、そんな感じで、うん。メインパーティーで使えば、まあ、このイトスラバートね、非常にいろんな効果があって、EP 回収できるし、パーティーのね、余ダメージにも貢献できるし、自身でもね、20万の固定ダメージも与えられるし、で、モリモリだし、通常スキルはね、まあ、余ダメージ上昇バフもあったり、バリアもあったりで、まあ、ダメランでもスクワットでも、使えそうな、まあ、スキルが揃ってます。で、リーダースキルは、まあ、サブパーティーでね、非常に使いやすくて、しかも属性もね、の縛りもないんで、まあ、組み合わせ次第では、まあ、可能性が広がりそうなリーダースキルということで、まあ、よく言うと、まあ、非常に万能なキャラと、いった印象なんですが、まあ、逆に言うと、うん。なんか、どこにも尖ってない。なんか、すごいマイルド。まあ、EP 回収できるのはでかいんですが、まあ、余ダメ、なんだろう、余ダメージのバフ効果としてはちょっと弱い。すべてのパーティーの、まあ、すべての敵のヒラメ 20% 強化なんで、うん。
なんだ、瞬間火力、中衛の瞬間火力に対するバフとしてはちょっと弱いかなと。貢献に、という観点から言うとちょっと弱いかなと。いった印象だし、うん、1個目のね、ダメージ上昇バフも、やっぱ3回使わないと、まあ、最大限の効果を発揮できないということで、うん、まあ、スコアターだとちょっと物足りない性能かなって印象だし、うん、リーダースキルもね、スキルの CT 短縮だけなんで、まあ、サブパーティーで使うにしてもダメラン、あ、じゃあスコアターというよりはどっちかというとダメなんで、まあ、使いたい性能かなっていうことで、なんか、うん、どっちにも特化してない性能なんですよね。そう。だからあんまりまだキャラがね、揃ってなかったり、まあそういう人にとっては、まあどこでも使える汎用的なキャラということで、まあすごい重宝しそうな印象なんですが、逆にガッチ勢というかもう結構ガッツリ毎回ガッチャ回して、キャラ大体揃ってるって人にとっては、うん、なんか中途半端な性能かなっていう印象が拭えないですかね、正直。巧妙に出すのであれば、まあ、属性ですね。光属性でまだ前衛で EP プラス1500いなかったと思うんで、今後属性縛りとかを想定するのであれば、うん、まあ、今回のね、毒倍数を取っておかないと EP1500 回収できないんで、前衛でね、できないんで、うん、まあ、そういった意味では、もちろん取っておく価値はあるのかなと思います。特にね、光属性で縛られるとね、エリナの運用が EP 回収できないとかなり苦しくなるんで、うん、まあ、そういった状況でもね、エリナを運用できるようにするには、まあ、今回の6倍数が必須になってくるかなと思います。はい。まあ、そんなとこでしょうか。じゃあ、そろそろ回していきたいんですが、今回も、優勝のやつだけ回して、チャレンジしようかなと思います。ここで出なかったらもう今回もちょっと諦めようかなって感じですね。うん、やっぱり今年入ってこの 0.8% に下げられたっていうのはちょっと、まあ、きついですよね。今年はもう結構去年、一昨年ほどの頻度でキャラゲットしていくのはちょっと苦しいかなって感じなんで、うん、ちょっと取捨選択をしていこうかなって。ビジュアル的にはね、かなり好きなんですが、まあ、一番好きなのは子猫ちゃんですけど、まあ、ハイスクール DD の中で、今のところ実装されたキャラの中では子猫の次に好きですね。はい、性能を見るとね、まあ、まあ強いは強いんですが、まあそこまで飛び抜けた才能でもないんで、うん、この優勝出なかったらスルーでもいいかなって感じですかね。で、同時ピックアップが前回のコラボイベントの時に実装された猫ちゃんですね。このモーちゃんもね、まあ、弱くはないんですが、まあね、やっぱり時間が経ってね、結構インフレもね、だいぶしてきて、継続性の勢いも強いのがね、結構実装されちゃったんで、まあ、なかなかギリギリサブパーティーで使う機会があるかないかレベルまでもうなっちゃってはいるんですが、通常スキルのね、レベルが上がったところで、うんって感じなんで、そうですね。まあだから今回は優勝2回だけ回して、まあ、出なかったら諦めようかと思います。はい。じゃあ、やっていきましょうか。2回だけですが。まずは、1回目。ゴー。ローディング、止まって 12%。いやー。ないよね。人事を尽くして、こんな長さはないよね。ない。一応自力でも一体引いてますが、スキップ出てるんでダメです。この名にかけて、お前の力になる。はい。50% の判定に漏れたと。そう、ピックアップは引けたんだけどな。もう一人のモーちゃんから泣くな。これって、まさか。はい。工場でした。さあ、一回目失敗して、さあ、次がラスト。じゃあラストいきますか。優勝2回目。お、止まって、止まって、止まって、うん、止まってる？ちょっと長い？ちょっと長くない？さっきよりは長かったよね。さっきよりは長かった。さっ
月よりは長かったけど、どう？どう？スキップなし、スキップなし、やった！引けた。よね？あ、違う、自力で引いてる。マジか。ロスバイトと申します。全属性、全精霊、全神霊を用いたフルバースト魔法を得意としています。はい、ありがとうございます。普通にギリギリ引いてた。やったー。今回は正直どっちもスルーかなって覚悟してた。はいはいはい。なんだか気になる。12% は普通にスルーしたけど、まあ、0.8% の方で引きましたと。はじめまして、ロスバイセです。もともとは北欧のバルキリーでしたが、現在は転生悪魔の身です。ちょっと設定がわけわかんないですか。よかったはい、じゃあガチャは終了ということで。共に策を考えていただけますか。うん。終わっただけ、ちょっと見ますか、じゃあ。今回は、今週は、火属性ですね。うん。今のイベントと属性違ってるんで、武器の付け替えとかすごいめんどくさいんですが、まあめんどくさいんで、だから、最初の方で一回やったきり、うん。ちょっとやってないんですが。今何位か？今10位ですね。98万ということで、まあ、できればね、100万乗るまでちょっとやろう。もう一回ぐらいちょっとやってみようかなと思うんですが。うん。まあ、現状98万で、まあ10位なんで、まあ、まあまあまあ満足してるかなってことですかね。うん。水属性をね、結構スキルレベル上げてるキャラがいるんで。繊維とね、コンサート上げてるんで、まあ、結構、他の属性よりダメージ出やすいっていうこともあって、うん、結構出せてますね。はい。まあ、ちょっと100万いくまで、もうちょっと粘ってみますか。まあ、ちょっと、出るかわかんないですけど。うん、はい。まあ、現状そんな感じです。ということで。このような気持ちになったのは、あなたが、はい、じゃあまあこの辺で終わりたいと思いますが、明けのね、まあ結構欲しかったんですけどね、もし取れた人いたらちょっと使用感とか教えてほしいんですよね。結構でもテキスト見た感じは、まあ、強そうだとは思うんですけどね。うん、どうなんだろう。もしエディナと明けの持ってて、両方の使用感というか、そういうのとかもね、もし、分かったら、できればね、コメントとかで教えてくれると嬉しいです。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回、バイ。